ズドブシズドゥブは、モルドバ共和国の騎ナンを拠点に活動するバンドで、ある。サンプリングをはじめとした、ヒップホップの要素や、ハードコアパンクの要素、それに、モルドバの伝統音楽やロマ音楽の要素などを、ミックスしたスタイルで長年にわたり、活動を続けている。バンド名はドラムを叩く音を表す、擬音語に由来する。 ユーロビジョンソングコンテストのモレドバ代表として2005年大会に参加して6位となり、同2011年大会にも出場を予定している。1994年に結成された。当初はハードコアに近いスタイルで、歌詞は大部分がロシア語であった。キシナウで行われたチェルノブイリ原子力発電所の10周年を記念するイベントに参加し、 1996年には、レージ・アゲーンスとザ・マシーンの前座を務めた。1998年頃を境にその音楽性は変化を見せ、ルーマニア、モルドバの伝統音楽の要素が取り入れられ、また歌詞はすべてルーマニア語となった。1999年8月14日、ズドブシ・ズドゥブは、ロシアのバンド、ゴーギー・パークや、アメリカ合衆国のバンドレッド、 ホットチリペッパーズと共に、モスクワの赤の広場で行われた、MTV ロシアパーティーに参加した。モルドバの他に、ロシアやウクライナ、ルーマニア、ドイツ、オランダ、さらにセルビア、ハンガリー、イタリアへもツアーの範囲を拡大している。2001年1月31日、モスクワにて、エミールクストリッツァのノースモーキングオーケストラと共演を行った。楽曲、 ブナディ・ミネアツァでは、皮肉めいたソビエト連邦、スターリニズム時代の回古趣味的なビデオクリップを作成し、ルーマニアティ・ミショアラのテレベストフェスティバルにて2001年、ルーマニアビデオクリップ・オブ・ザ・イヤーに選出された。翌年には、ティガニア・アイ・オゾンが、MTV ルーマニアのミュージックビデオ賞を受賞した。2003年には、楽曲、エブリバディ・イン・ザ・ケース・メアが、 コルネリュポルン・ボユの短編映画、カラトリー・ラ・オラスのオープニング及びエンディングのテーマ曲として使用された。2007年9月30日、バンドはイギリス BBC1 の番組、マイケル・ペーリンの新しいヨーロッパに登場した。またこの年、インターネットを通じて、彼らの楽曲、DJ ・バシラをブラック・アイド・ピーズの、Don't Funk With My Heart とミックスしたビデオが、 作成されて出回った。キエフで行われた、ユーロビジョンソングコンテスト2005のリハーサルにて、ボーカルのロマンヤグポブ2005年2月26日、ウクライナのキエフで行われる、ユーロビジョンソングコンテスト2005のモレドバ代表を、決める、国内選考にて、ボーニカバテトバを歌って、優勝を収め、同国代表に選出された。本戦では、 5月19日の準決勝を4位で通過し21日の決勝では6位となった2011年2月にはドイツのデュッセルドルフで行われるユーロビジョンソングコンテスト2011のモルドバ代表に選出され再びモルドバ代表としてユーロビジョンに参加する以下はバンドに属するメンバーの一覧である9メンバーありがとうございます